と認識の話なんですが、最大の関連で、台風接近してます、うん、前回台風接近してたのは最大風コンボ接近されました。今回はどのように対応されますでしょうか。であともう一点ですが、先月の豪雨に関連してですね、他の自治体さんでは避難情報の伝達についてですね、まあ、課題があったということで、内部の方で夜中に伝えたりとか検証されるということがあったんですけれども、山口県さんの方で、まあ、避難情報を検討するか、あるいは、まあ そうですね、まず今台風、まあ、19号はこう九州の方また西の方に行ってますけれども、まあ、次20号もですね、発生して、日本列島に向かっているという状況ですので、まあ、その情報については逐次ですね把握をしてですね、必要な体制を取っていかなければいけないと思っておりますけれども、まあ、災害対策本部ということに限って言いますとですね、まあ、これは台風については台風が県内に上陸をする、あるいは上陸をすることが明らかである、まあ、そういった場合にですね設置をするという基準になって、おります。まあ、それに災害の場合それに限ったわけではありませんけれども、その他のまあそれにですね類するようないろんなその深刻な事態が想定されれば当然立ち上げていくということになりますので、まあ客観的な基準としては台風が上陸するかどうかということでありますけれども、まあ、その他の情報も含めてですね体制についてはよく考えていかなければいけないと思っております。それから特に今回の7月豪雨を踏まえましてですね、我々としてはこの特に内部での情報の共有や市長等への伝達の必要な情報の伝達の仕方、それから住民の皆さんへのですね避難情報、まあ、これ届けるんですけれども、しっかりとこれがまた避難行政発だけじゃなくてですね、これは具体の避難行動に結びつくようにどのようにこの工夫するすべきなのかということをですね、よく検討しなければいけないと思っております。まあ、これ山口県だけじゃなくて、まあ、広島、岡山、まあ、今回の災害が起きたところみんなそうですけれども、必要な情報を出していても、それが必ずしも住民の避難行動に結びついていないということが、起きて、おります。ですのでですね、そうした、ことをですね、我々自身も、この検証をしてですね、対策として、これから生かしていきたいというふうに思っております。なのでですね、まあ、そのためにですね、いろんなその、まあ、現状とですね、それから課題、それから効果的な対策について考えていかなければいけないわけでありますけれども、まあ、これは様々な知見もですね、活用してやっていかなければいけませんので、県の防災会議に専門部会というのを置いていますけれども、まあ、その活用も含めてですね、今、どのようにその検討を進める、どのようにその、効果的な対策を、打ち立てていくためにですね、検討していくかということを、今、検討しているところであります。山口チームです。豪雨に関連してなんですけど、先日のテレビ会見で、島沢川の使いに関して、水難時間の方で、情報伝達の見直しがあったと思います。はい、その後の健康状況はあれば、はい、そうですね。それにつきましてはですね、まあ、これは個別の今回起きた課題として、先ほど言いました、お話のあった島田川のところですね、堤防の決壊について情報を把握をした部分がですね、しっかりとその市の方に、伝わっていなかったというところ、まあ、これを深刻な課題として我々受け止めてですね、まあ、こうしたことが起きないように、また災害時においてどのような情報がですね、本当に緊急で重要なのかということをですね、よくこう区分をして、それがしっかりとこう伝わるようにするという体制を組み立てていかなければいけないと、まあ、そういう中でですね、前にも申し上げましたけれども、周南市も含めですね、我々と周南の土木の方とですね、それから県の河川課の方と協議をですね、今重ねているところで、あります。その情報伝達の課題ですとか再発防止についての検証結果をですね、取りまとめを していこうということでですね、今検討して、おりまして、今後ですね、この検討結果、もうすでにこの検討会を何回か開催をしております。これからですね、その検証結果をですね、取りまとめて、まあ、その上で、まあ、他の市長等にもですね、これを
しっかりと共有をしてですね、いい形で作り上げられるように意見も聞きながらですね、最終的に対策としてまとめていきたいと思っております。今まさにその現時点では、その今回関わった周南市と、それから周南土木河川課、この3社で、検証と、それから対策の取りまとめをしているという段階です。繰り返しになりますけど、これからその、まとめた上で、他の市長とかですね、あるいはその他の土木事務所、気象台等について意見も聞きながら、最終的な形として作っていきたいと、これからそれを進めていくということです。現時点では、いつまでに取りまとめて、いつまでにその他の市町とも共有するというところまでは。そうですね、もちろんこれは早くやるべきだと思っておりますけれども、一方でまあしっかりとですね、実行あるものにしていくために検討していかなければいけませんので、期限ということをですね、今の段階で決めているわけではありませんが、決してゆっくりやっているわけではなくてですね、できるだけ速やかにやっていくべきものだと思っております。ちょうど先週になるんですけども、諏訪市まで2歳の男の子が行方不明になっているんですね。これは大分の小畑太郎さんという人はボランティアの方が発表されました。大分の方、これ、知事が表彰されることに変わるんですけども、ね、やむいちゃいはあるんでしょうか。そうですね、大分の方で、この小畑さんご自身が、今回のことということじゃなくて、いろいろとこの全国の被災地に行ってですね、ボランティア活動をしているという、その長年の功績に対して表彰するかどうかという検討をされているということは、お聞きをしております。県としてはですね、今回の事例、特に捜索活動ということでありますので、これは所管としては、県とすれば、県警察ということになります。で、県警察の方からですね、すでに発見日にですね、柳井警察署から捜索ボランティアである小畑さんに対して感謝状を送っているということで、ありますので、そうした形で、感謝の意を表しているということであります。話題変わるんですけども、障害者の雇用の関連で、今、中央省庁の方で、大学その水増し点を今発覚しているようなわけですけど、で、都道府県の方でも、いくつかそういった自治体があったと。本県においては、その担当局から、本県においてはないというような回答をいただいていますけど、知事のご認識をお願いします。そうですね、我々としては数値の水増し等はございません、しておりません。雇用率についてはですね、支持部局、企業局含めて、昨年6月1日時点で 2.94% ということで、地方航空団体の法定雇用率、2.3% でありますけれども、これを上回るですね、措置を講じておりますけれども、重ねて、当然のことながらですね、数値についての水増しはしておりません。下関の病院の方で点滴に穴が開いたりして、山本さんの方でも県内の医療機関の方全体にも点滴を入れて検出されているんですけれども、県民の安全考えるだけだとかに対してですね、今回ちょっと事件の受け止めと についてお聞かせないかと。そうですね、今回のような事件、特に人の命に関わることですのでですね、大変懸念をしております。直接その病院自体、病院の方でもしっかりと当然確認といいますか、内部でですね、調べてもらわなければいけませんけれども、直接的にはこれは下関市の方の対応ということに制度的にはですね、なるんですけれども、これ県としても問題意識を持っておりまして、こうしたことはないようにですね、周知、運用についてしっかりと、行うようにですね、周知をしているところですが、これ担当課はいるんですかね、今日。なんか通知を出してますよね。昨日続けで注意喚起の文書を出しているということであります。どっかいかがでしょうか。夢原博なんですけど、はい、すみません、1ヶ月切ったときに、改めて成功に向けた意気込みをですね、もう一度お願いできますでしょうか。そうですね、現地事務所も開設をしてですね、職員みんなやる気を持ってですね、本番に向けて今準備、最終段階で力を入れてやっています。会場の設営もですね、だいぶ、最終段階に来ましたしですね、原の方は随分苦労もしましたけれども、本番開幕の時にはですね、最高の状態で
皆さんをお迎えできるというふうに思っています。まあ、いろんなその苦労もしながらですね、ぜひ最高の形で開幕を迎えたい、まあ、それに向けて今全力を挙げている、ところです。まあ、いろんなこのイベントについてもですね、また全体講座ということはですね、今月の末にはですねお示しをできると思いますので、ぜひメディアの皆さんにもですね、広く県民の皆さんに周知をいただいてですね、この多くの方にですねが子どもさんからシニアまでですね、多くの方がいろんな楽しみ方ができる、そうしたイベントがですね多数あります。昼も夜もですね、楽しめるナイトプログラムも参加型のですね、イベント、お用意をしております。ぜひですね、この お子さんからお年寄り、どの世代の皆さんもですね、いつ来ても楽しんでもらえるイベントがたくさんありますので、ぜひ会場に足を運んでですねいただきたいと思います。またそういうさまざまなですね催しイベント、これはいろんな県民の皆さんの参加もいただいてですね、本当に多くの方がですねぜひ花博でこういった活動がしたい、こういった活動を発表したいということがあります。まあ、そうしたものをですねこう全体として山口の元気を皆さん感じていただけると思いますし、また会場でもですね、まあ、8つのゾーンに分けていますけれども、いろいろと子どもの、この育ちを支える公園とかですね、大学と連携したり健康の庭歩いてですねこう回って、その健康をですね、自然とこう健康になれるような庭とか、まあ、こういったものをですね、行政と大学、またさまざまなですね関係団体一緒になってですね作り上げていっています。まあ、これからのその未来の公園とか未来の庭とか、そういったものがですね、見えるような感じられるような、まあ、そういったものもですねいろんなところに用意をしていますので、ぜひ会場ですね来てもらって、いろんなそのゾーンで楽しんで、いろんなことをですね感じてもらって、疲れたら山口市が足湯をちゃんとね整備をしてくれていますので、足の疲れを取ってもらって、また歩いてもらって、まあそういった風にですね一日楽しんでいただけると思っています。まあ何度でもぜひ会場にお越しをいただきたいなと思います。